去年3月に着任した大浜市は、1年5ヶ月の在任期間中、印象に残った出来事として、伊比郡池田町で起きた増収賄事件を挙げ、捜査にかの経験もあり、困難な捜査の中で謙虚につながったと振り返りました。大浜市は着任時に掲げた日本一安全・安心できる岐阜県について、誠心誠意尽力してきたが、 達成できたかは県民の皆様の判断に委ねたい厳しいご意見があれば真摯に耳を傾け今後の業務に生かしたいと話しましたまた岐阜県警の印象についてまあ部門間の壁もそれほど高くはないという認識ですまた暖かい良い雰囲気の中で、えー、当たり前のことを当たり前のようにやる 業務に勤しぶというような言葉がぴったり当てはまるのではないかと思っています大浜市は26日付で警察庁長官官房付となり新県警法部長には近畿管区警察局付の三田武史警視官が就任します